隠れ鬼。小学校の頃にさ、なんでか知らないけど流行った遊びってなかった？ほら、鬼ごっことか高鬼とかさ、ルールが違うから違う遊びだって言われればそうなんだけど、基本的には道具のいらない走り回る遊びよね。それでさ、隠れ鬼って知ってる？どういう遊びかっていうとね、かくれんぼと鬼ごっこの合体みたいなやつ。かくれんぼって隠れてるのを見つかったらもう終わりじゃない？だけど隠れ鬼は鬼に見つかってもそのまま逃げ切れれば大丈夫。3年か4年の頃かな、女子の間で休み時間中にやるのが流行ったのよ。その理由がとんでもなくて、隠れ鬼をすると一人いなくなっているって噂があったから。まあ最初は何人か元気な女の子たちが男の子たちと連れ立って遊んでたのが最初みたいね。だけどそのうちに変な噂が立ったのよ。隠れ鬼をしていると隠れている子が一人いなくなることがある。昔何組の子がいなくなったとかそういう話よ。学校の階段とか七不思議とかによくあるやつ。もちろん、いなくなるはずなんてないわよね。授業中だと他のクラスのことなんてわからないけど、一人いなくなったら、それだけで大騒ぎになるはずでしょ？まあ、でも、真に受けちゃったのね。私のクラスの、特にリーダー格みたいな女子がすぐさま反応して、やろうって言い出した。もともと小学生なんて、体力の有り余ってるような子が多いし、外で遊ぶのが流行ればそんなもんよ。そういう時って大体、クラスの中でも目立たなくておとなしくて、いてもいなくてもいいような女子を標的にするわけね。多分、あの子も、わかってたと思うんだよね。自分が単純に、隠れ鬼の噂の標的にされてるってこと。あんまり表情って変わってないけど、すごい嫌そうなのは分かったしね。しかも最初のじゃんけんの時だけは、こっそり仲間外れにされて、彼女が鬼から外れるように、つまりは隠れる側に回るように仕組まれてた。まあでも、普通に考えてそんなこと、起こるはずないじゃない。それでもブームだったのもあって、結構毎日のようにそれは続いてた。特に2時間目の終わった後の休み時間は少し長くて20分あったから、その時にやってたと思う。それがしばらく続いた頃かしらね。リーダーとその取り巻き以外の子たちって、遊んでるとそんなことなんてすっかり忘れて普通に遊んでた感じだからね。結局のところリーダー格の子が取り巻きの何人かと一番カーストの低いところにいる女子をからかってるだけ。ほら、そういう子って大抵どこか変わってたりするじゃない。どこでも一緒だけどさ。それでまあその日もそんな感じだった。外は曇っていたけれど、雨が降りそうというほどでもなかった。だからみんな外に出ていたし、いつも通りだった。いつもの通りに鬼を決めてから、その子を誘う。それで、外に行くでしょう。一緒に遊ぶ子って、だいたい女子が10人前後になったりするし、外は他のクラスの子たちもいるでしょう。だから取り巻きの子が合図するのよ。あそこに隠れてるとか、どこそこに隠れてるとか。その子を使って七不思議の実験をするのが目的ではあるけど、
その子をわざと追いかけていくのがもう一つの目的でもある。いたぶるって言うのかしらね。足も遅いからわざと疲れさせて喜ぶみたいな感じ。それでその日も取り巻きが伝えたの。あそこの物質棟の後ろにいるってね。それももちろんリーダー格の子は見てたの。もちろん最初に行くわよね。物質棟って言っても小学校だから、男子用と女子用の着替え室が隅っこに立ってるだけの掘っ立て小屋みたいなものなんだけど、そこを両方から挟み撃ちにして、片方が見張り、もう片方は鬼として捕まえに行く。もちろん片割れのいる方に逃げるはずだけど、鬼はそっちは無視して、その子を追いかけていくのが上等手段ね。見張りの子が一方へと向かうと、こっそりと裏側を覗き見る。すると、あれ?と、見張りの子が声を上げた。その間にもう片方から鬼がパッと顔を出した。あれ?拍子抜けした。そこには誰もいなかったんだから。逃げちゃったのかな?自分たちが話してるうちに隠れる場所を変えたとか、そういうこともないわけじゃない。他の子も探したりしながら、その子を探していたんだけど、とうとうその日は時間中に見つからなかった。リーダーの子はちょっと機嫌を損ねたけど、教室に戻ったの。だけどその子はいつまで経っても教室に戻らなかった。おい、どこ行ったか知ってるか?って授業にやってきた先生も尋ねたけど、誰も答えなかった。早退や保健室からの連絡も受けてないし、おかしいなってことになった。そりゃもう大騒ぎよね。どこを探してもその子は出てこなかった。保健室もそうだし、家に帰ったわけでもない。いつまで経っても出てこない。そのうちに保護者までが学校に来たり、事件性を考えて警察までが来ていた。女子が最近外で遊んでるのは知られていたから、当然どこにいるか知らないか聞かれるわけね。だんだんと表情も引きつっていったのは、わかるわね。知りません。さすがに七不思議でいなくなりましたなんて言えないけど、妙な態度をする女の子たちを、当然大人はいぶかしがった。取り返しがつかないとなると、途端に恐ろしくなるのが普通の子供ってものよ。リーダー格の子だけは得意になって、厳格にみんなを黙らせたけどね。でもほとんどの子は、妙な気味悪さを感じてたわ。そうするうちに、変な噂が立った。学校で隠れ鬼をすると、いなくなる。もともとの噂と一緒だと思うでしょ?だけど一つ違うのは、何組の何とかちゃんがいなくなった。上の学年の人がいなくなった。という、具体性まで持っていたこと。そして実際に、いなくなる子は増えていた。学校中が大騒ぎになったの。相次ぐ謎の失踪事件は、マスコミの格好の餌食になった。学校は保護者への説明だけでなく、マスコミ対応にも追われた。先生たちは終わらない悪夢に毎日うなされているようだった。ところが、最初にいなくなったその子は、ある日戻ってきた。
ちょうど半年くらい経った頃かしら。平日の昼間に裸足のまま、どこかの喫茶店に駆け込んだのを保護されたのよ。服は失踪当時のままで、痩せていた。何でも物質棟の裏にあるフェンスが壊れてて、そこに近所に住んでる男が侵入したらしいの。それで隠れて様子を伺ってるその子を抱きかかえて、今の今まで家の中で監禁してたみたい。女の子は男が気を許した時を狙って脱出して、命からがら喫茶店にたどり着いたってのが真相みたい。そうなると疑問が残るでしょ。その後にいなくなった子たちはどこに行ったのかって。いなくなった子たちも誘拐や事件の可能性を考えてもう一度洗い直された。けれどもその子と同じようにフェンスを通った形跡もないし、男の家も捜索したけれど手がかり一つ残っていなかった。そしてもう一つおかしなことに、その子が帰ってくるのとほぼ同じタイミングで、誰もが事件を忘れたかのように振る舞い始めたの。何もかもが妙だったわ。警察も来なくなって、先生たちも騒ぐことはなくなった。誰もいなくなった子たちに言及することはなかったし、ともすればずっと一緒にいたと答える始末よ。異議を唱える子もいなくなって、やがて事件そのものが消えてしまったみたいになった。残ったのは、最初のおとなしい子が監禁されていたという事実だけ。その後の子たちが隠れ鬼の最中に消えたという事件は、すっかりなくなってしまったの。一体どういうことなのかさっぱりわからなかった。失踪した子の顔写真はマスコミによって公開されたから、ある時その人のクラスに行って聞いてみたことがある。このクラスにこういう名前の子っているってね。なんて答えたと思う？いるよ、呼んできてあげようか。そうしてやってきた子を見て、私は言葉を失った。私がそうだけど、何？間違いなく、本人だった。隠れ鬼の話をしたら、何言ってんの？って顔をされたけどね。信じられる。最初のその子が戻ってきた瞬間に、他の事件は少しずつ消えていってしまったのよ。私だけが、おかしいのかしら。どうして私がそれを覚えているのか、ですって。そりゃあね。それが、わかれば私だって、こんな、収容所みたいな病院に来てないわよ。だけど私は諦めないわ。だってあの子で実験しようって言ったのは私だし、あの子の事件の後も、事件は、本当にあったのよ。本当なのよ。